専門家は本格的に飛散する前にしっかりと備えてほしいと話します民間の気象会社ウェザーニューズによりますと県内で今年予想されるスギ花粉の飛散量はおおむね平年並みで来月上旬から4月下旬にかけてピークを迎えると見られています若林区の大和耳鼻咽喉科医院では先月から花粉症の患者に加え

初期療法っていうのがありましてその症状がもう出てきた、まあ、すぐからお薬を始めることによってそのピークの時すごくひどくなった時の症状を抑えられるっていうのがありますのであとそれとは別にですね、まあ、マスクとかしてですね、まあ、なるべく受けないようにするっていうのはまあ一番いいのかなと洗濯物とかですねあと布団取り込んだり 花粉は一度飛散が始まると気温が低い日でも飛びやすく特に15度を上回るような暖かい日は大量に飛散する恐れがあります高梨院長はピークに向けて今のうちに備えてほしいと話します症状が出たら早めに治療した方がそのピークの時の 症状を抑えられますし外からその取り込まないようにそのしていくっていうのは大切かなと思います。